こちらはトースポウェブさんによる榊原社長へのインタビュー。テーマは今後の海外戦略についてで、早速榊原社長。アゼルバイジャン大会はフェザー級チャンピオン、ケラモフの凱旋試合、それとムサエフがサトシとのライト級のタイトルマッチもいいかもしれないと。これは決まりそうですね。そしてあとは前から言っていたアゼルバイジャン VS ライジン世界選抜チームで、これは各階級ごと行うとのこと。そして今回はアゼルバイジャンという国に対しての売り興行とのことで、つまり興行の権利を一定額でアゼルバイジャンという国に売って、ライジンは選手だけ持っていくと、相撲でいう地方巡業のような形ですね。多分国にいるのは格闘技界初なのではと。そして今後他の国に対しても同じようなことをする可能性あり、そこで国々でナショナルヒーローを作っていければいいよねと、昇魂たくましい。でこれだけで終了なんですけど、ということはやっぱケラモフ選手の対戦相手はナショナルヒーローを作りたいということは、因縁のある斉藤豊選手濃厚っぽいですね。ずっと勝ってて斉藤選手にだけポコッと負けてますから、ここで勝利したらライジンでは完全無欠のチャンピオンになるという図式ですから、国民も乗れそうですしね。続きましてこちらは8月9日夜12時からの柴田さんのインスタライブの模様となります。まず今年ライジン出るか迷っている、そろそろ勝ったらおごると言っていた太田忍に飯おごらないといけない、俺とライジンで誰見たい、コージ MMA やってるっていうしデビュー戦とかがな。ここで太田忍選手を見に来ておりました。柴田さん、今度宮迫の牛宮城行こうよと。今デブ期、うちの妻は愛媛で働いていると。ここで堀口恭司選手見に来まして、柴田さんここでパッと仕事モードに切り替わり、恭司お前新龍誠の目をわざとついたな、俺は格闘技やってる人間だから俺にはわかる、汚ねえぞ、だから正直試合やりたくなかったんだろうな、ワンチャン負けると思ってたから。でも逃げるわけにもいかず試合やりますと言ったものの、本当は怖かったんだな教授、本当に汚い、正直ピーク過ぎてるしな、金太郎にパンチもらって倒れたりしてるし、キャリア長いから一日の長はあるが、勢いスピードなどの面においてピークは完全に過ぎている、ベラトールのトーナメントも早々に負けたしさ。あとは堀口教授幻想をいかにマネタイズするかっていうフェーズにすでに来ちゃってる、今からベラトールのチャンピオン目指すとかの勢いはもうないから、あとは勝てる試合を選んでやっていくだけ、教授は楽をした、新龍誠怖いから、教授よ俺は現役時代一回もサミングなんかしたことないぞ、わざとじゃなきゃ指が目になんか入んねえから、本当にそう、格闘技やってればわかる、教授はん？ちょっともう耳が痛くてこの配信見てないかもしれんなと。はい、これはもうね、柴田さん何かに取り憑かれている状態なんじゃないでしょうか。そしてクレベル選手 VS ケラモフ選手の勝敗予想は 6-4 でクレベル勝ち予想。そして堀口恭司選手新龍誠選手、あれでギャラ出てるならマジでギャラ泥棒、もらっちゃダメだろ、堀口はメイウェザー抜かしてライジンで一番ギャラをもらっているファイター、一番高いんだからと。あと多分 AJ マッキー選手も抜かしてですね。そしてマサトさんのミクル君はもっと格闘技に集中すべき発言は、それはごもっとも、ミクルはもう格闘家じゃないから実業家、ミクルが格闘技で天下を取ることは一生ない、平本も幻想が消えた、海外ばっかり旅行に行ってる、服のブランドも出して浮ついてね、鈴木千尋は素晴らしかった、失うものがない選手はギャンブルできる、朝倉未来は勝ちに行きたいから慎重だった、俺も久保雄太戦で失うものないからだから勝てた、ギャラを満額もらってもうライジンに呼ばれなくてもいいし、どんな手を使ってでも勝とうと思っていた、だからああいうことができた、格闘技でも何でも失うものがない人はマジで強いよ、何だってできるから。ボクシングとかも全部含めた全格闘家の中でのパウンド・フォー・パウンドはジョン・ジョーンズ、日本人なら堀口恭司、それか平達郎くんが並ぶ、どっちかだと思う。朝倉未来 VS 鈴木千尋は 50-50、 結構わかんないが3ヶ月以降の今年以内にやったら勝ち癖がついている
鈴木千尋が持ってっちゃう気がする。千尋対ストライカー強いし、打撃のスキルで言ったら千尋の方が上、キックでやってた実績で言ってもね。ただ今の MMA は何でもできなきゃ無理。アデサニアとかペレーラ、レジェンド級ですら勝ち残っていけない世界。朝倉未来の足がケラモフのパンツに引っかかろうがどっちでも関係ない。テイクダウンされてる。サンクチャリは見た。推しの子を見てない。君はどう生きるのかは先日見た。安保はきしょいし嫌い。性病になったこと一回もない。19歳の時初めて付き合った彼女が40歳の奥様で、性のすべてを教わった。寺島忍さんに似ていた。D カップでスタイルは良かった。その人は38歳の時に癌になり、しかし完治して、そこから旦那一筋から人生を謳歌しようと出会い系で男を漁るようになり、そこからがスタート。1年以上関係が続いた。これは別にいい話ではない。そこからくだらない恋愛を立て続けにしてきただけ。ブレイキングダウンは全く見てない。少し前に嫁に3人目の子供を催促されたが、全力で拒否をした。子供がいる生活は割と嫌い。嫁との夜の営みは子供ができてから全くない。ストライクゾーンは25歳から35歳というところで以上です。はい、途中から音色トーンがガラッと変わりましたが、そんな感じです。続きましてこちらは8月8日21時からの那須川天心選手のインスタライブの模様となります。早速今回の試合の T シャツ絶賛作ってる。定見来ても相手にならないので一般の人とはスパーしない。休みは日曜だけ。坊主は顔のごまかしが効かないのでいい。写真断ることもあるが絶対グータッチはする。嫌いな食べ物はない。練習中意識していることは手とか足とか毎日違う。生まれ変わりあると思っているので気が合う人がいると、お、この人もしかして前世でとか思う。練習前にすることは飯を食うこと。ドラゴンボールとなるとどっちが好きとかはない。教科書国語やって数学やるみたいな感じ。 YouTube 粗品とガードマンぐらいしか見ていない。あとはだいたい音楽を聴いている。最近買った熱いものはクロムハーツのパンツっしょ。あれは熱いよね。最近使う場面じゃないのに関係ないっしょ、気持ちっしょとか DM とかで送ってくるやついるけど嫌われるよ。かっこ笑い。言い過ぎは友達とかにも嫌がられるよ。これは悟ってる人ほど言えばなるほどとなるが、言ってもはってなってくるやつは理解できてないやつ。最近サマースノーというドラマを見てる。毎日体温を測ってて下がりすぎるとチートデイを入れている。ボクシングめちゃめちゃ面白い。ここで佐藤大輔さん見に来てました。常に世の中にかます準備はしている。俺はバリバリ中二病。クレヨンしんちゃんの映画めちゃめちゃ面白かった。答えを人に聞くんじゃなくて自分で探してほしい。君はどう生きるのかも見た。バイト経験はなしだが昔からバイトはしないと決めていた。 USJ に前に行ったら裏口から入れてもらえたことがある。小中の先生からうるさすぎて影響力持ちすぎでお前にはみんなついてきちゃうからと当時めちゃめちゃ呼び出しを食らっていた。学校なんだから先生が間違ってる人もいるけど、間違ったと思ってもそこのルールがあるからそこに乗っ取って生きてきた。でもそこ以外では守る必要がないものもある。いじめを止めた人は自分もいじめられるの法則もあるが、そこで決めた覚悟というのは何十年後に財産になる。学校だったら先生に言うという方法もあるしね。とここで終わりです。最後いいこと言ってましたね。続きましてこちらはブレイキングダウンに生息するメスカブト系 YouTuber 所沢のタイソンさん。ブレイキングダウン運営に対する不満というもの。その前にオーディションで実際に瓜田純史さんに殴られてパンチが当たっていたようで、それで警察に駆け込んだんじゃないかと言われているが、そんな事実はありません。逆に俺が瓜田を殴っていたらあいつは警察行ってただろうな。それお前の得意なやつだもんな。得意の四谷署だろ。俺に土下座した写真、あれを拡散されてお前四谷署に受理されなくてしつこく35回ぐらい通ったらしいな。俺をパクらせるために。
やばくない？キモすぎんだけど、と。で、ここから本題で、オーディション前に運営からは乱闘になっても手は出さないでくれと言われていた。理由は、俺が仮に誰かを殴って、その本人が警察に行かなくても、周りの誰かがそれを通報すると、問題にすることができてしまうから、と。なのにもかかわらず、今回、運営側にいたウリタが俺を殴ってきた。運営が俺に事前に戒めをしてきたにもかかわらず、運営側のウリタが、と。だから後に控室でその件でウリタを呼んでこいと言った。けじめつけろと言ったが、向こうは実際にウリタを呼ぶとまた揉めるので、どうしても連れてこない。こっちも意地になり、連れてくるまで帰らんと言った。そしたらやっと溝口さんが来た。でも、さもめんどくさそうに、こんなことで呼ぶなよ、といった雰囲気を出して、ウリタさんは呼べません、と。それでもこっちも続けていると、苛立ってきて、今オーディションストップして、ここに来てるし、朝倉未来も試合前で苛立ってるし、と言われた。こっちからすると、ふざけんなって感じ。運営の言いつけを守った俺が、なんでバカ見なきゃいけねえんだよ。だから、じゃあここでおまわりのとこ行ったら、ウリタ、パクられますよねと言ったら、それはやめてくれというのだが、でもウリタも呼ばない。溝口のあのイライラしてた態度は何なの？それが不満。でもウリタはあれだ、いつも言ってるが、新宿かどっかで見たら速攻で襲うからな、ということでした。はい。でもトコティも当てる気で殴り返してたよね。当たんなかっただけで。でもこれ、第三者の通報でいけるなら、ブレイキングダウン潰す気でオーディション潜入してっていう手口でいけちゃうし、そういう YouTuber も今後出てきそう。あと、朝倉未来選手、この撮影、試合前だったようで、これはマサトさんに格闘技だけに集中した方がいいって言われる。その、実際に1日のうち何分他の仕事にかかってて、練習に何分使えるとかじゃなくて、気持ちそれるでしょ。このブレイキングダウンのオーディションは。ここは代役の人ね、それこそ瓜田純史さんとかがこの日は頭でやって、事情を説明しながら進行しても問題出なかったんじゃないかなと思いました。ファンもそこは理解あるんじゃないかなと。で、これだけでは終わらず、トコ T、その後のインスタライブで、溝口さんに怒りが収まらないようで、記者会見の時、溝口襲撃したらバズりますよというコメントに対しては、うん、今どうしようか、いろいろ考えてますね。あの小僧、俺より年下だろうが、ガキ、調子乗ってんじゃねえよ。なんでてめえが逆ギレみたいに苛立ってんだよ。てめえが忙しいとか、こっちは知ったこっちゃねえよ、と。もしかしたら標的を変えるかもしれない発言。で、さらにその後、新作動画をアップし、今日ブレイキングダウン運営から煽り V や事前に頭の CT を取ってきてください、などと連絡があったが、いやいや、その前に、ウリタの件で何もないんですか？俺に手を出すなと言っておいて、ウリタが俺を殴ってる瞬間のものまでサムネにしてるし、数字が伸びれば何でもありか？と、そのように返信した。そしたら、既読スルーされた。どうなんすか？罰が悪いことはスルーなんすか？俺が、ここで出ないって言ったら終わりだよ。俺も辞退したくないが、あまりにもずさん。グループラインで、5人の既読はついてんのに、そんないい加減なことやってたら、こんな大会潰れるぞ。よかったな、俺がチンコロをしない人間で。逆に感謝してほしいぐらいだよ。モチベーションが上がんないということでした。これはブレイキングダウンへバレちゃいましたね。君は手駒だから、こっちの思惑通り動いてねっていう真意が、こっちにも台本プランがすでにあるんだからさっていう。だから個人一人一人が持ってる権利とかめんどくさいから発動させないでねっていう。バレちゃったね。これはさすがに今回はトコティ正論だったのに、かわいそうでしたね。でも散々自分ではさらうぞ襲うとか言っておいて、自分がちょっと大切に扱われなくなったら急に騒ぎ出すところが2チャンネラーみたいでもあったんで、低評価をしておきました。そしてこちらは昨日行われた最高ファイト。こちらはエンターテインメントも含んでますので、まず今回途中に登場した歌手はチューブでした。全8試合の6試合目、ここまで7戦7勝ながら2試合連続 KO を逃している田島光郎選手。今回は1ラウンド KO 勝利を公言。対するはタイのナコンチャイ・
パンテーン選手、6勝4敗の選手、190センチ。1ラウンド今回は前回と違い積極的に前に出る田島選手、開始1分でダウンを奪い、2回目はアッパーからのボディで再びダウンを奪う。そしてボディ中心に攻め、相手に何もさせずレフェリーが割って入り、1ラウンド1分59秒で本当に1ラウンドで TKO 勝利となりました。注目のマイクは9月3日、10月7日も出場します。毎回アップデートする僕を楽しんでくださいでした。貴健信選手も生まれて初めてボディも頭も田島光郎選手には聞かされた。マジ半端ないと言っておりますからね。お相撲さんにも効かすパンチを持っていると、そして一度亀田を抜けた三男亀田智樹選手、事情があり世界戦が長らくできていないのでと、後期にうちでまたやらないかと言われて、今回から1階級を上げてフェザーに挑戦する。最高ファイトの10月大会に出ます。そしていずれは井上尚弥選手と戦いたいですと、このような発表も行われました。そしてメイン来ました。超破天荒ボクサー中川麦茶選手 VS 亀田家いとこ亀田京之介選手。中川麦茶選手の入場曲はチャゲアスのヤーヤーヤーで、自身で歌いながら登場。全く緊張してないっぽい。実況の西達彦アナウンサーにクレイジーな破天荒野郎と言われておりました。試合は一進一退の中、4ラウンド亀田京之介選手のストレートが当たり、ここで出る、空気が変わる。その後も京之介選手の右が伸びて当たる。後半は麦茶選手が取り返し、8ラウンドを終了。判定は 1-1 で分かれて、ラストの1人が76-76 で、なんとドロー。会場はシーン。あんだけ煽り合って、アイコみたいな。麦茶選手は試合後、残念。今回の試合の出来は20点。倒しに行き過ぎた。1年以内に再戦したいと語りました。そしてこちらは朝倉未来1年チャレンジの同胞でもある、まず西谷大成くんがライジンで惨敗し、ライジンに僕は出れる立場じゃないが、その代わり引退をかけますと公言し、ライジンの出場もゲット。しかし負けてしまった広谷選手、その後の進退に注目が集まっておりましたが、昨日負けたら引退すると口にした。吐いた唾を飲むような男にはなりたくなかった。やけど俺にはこれしかない。今の俺にはカッコつけれる余裕もない。何とでも言ってくれ。結果が全ての世界。今はダサくて中途半端。それも全て受け入れて、俺は一から頑張っていきます。全て自分のため、と、正式に現役続行を表明いたしました。で、これは広谷選手ではなく鈴木千尋選手なのですが、先日のライジンコンフェッションズの中で、クレベル小池選手に負けて、実は引退を考えていた。だからずっと練習にも行っていなかったという発言があり、その件について大沢健二さんが、格闘家は30歳になったら引退と、大きな試合で負けた時に引退しようと思って、その後によく考えて、まだやれるのにやらないのは逃げてると思って、選手を続けることに思い直すというところまではセットで、多くの格闘家がやることです。それは今も昔も未来も変わらない格闘家の習性です、だそうです。そしてこちらは高田信彦キャプテンの昨日のこんなツイートから、全く私の認識不足でございました。ご家族の方々には大変不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。何があったかと言いますと、ここのところ数日こんなやりとりがありまして、今でももう全部消されておりまして、まずいつも世の不正不満などにツイッターでツッコミを入れてぼやいていた高田キャプテン、この日は議会中に机に突っ伏して寝てるある男性国会議員の写真、それとそこについている国民100人がポチったら上からたらいが落ちるようにしといたらとツッコミの入ったツイッター、これを引用リツイートして、爆睡だな、いや気絶はてなと投稿いたしました。しかしこの議員の方、実は癌を患っていて、その薬が原因での突っ伏しだったようで、そう指摘された高田キャプテンは、でも事情を知らなかったし、この写真だけなら私の主張も当然のものと少しやり合ったのですが、さらにこの議員の方、実はすでにその病気が原因で引退後お亡くなりになっているらしく、それを知って先ほどの高田キャプテンの対応となりました。
そしてこちらはナンパして断られて連れてきた彼氏を殴り逮捕と報道の出た所有に来、2週間前に謝罪動画を出してたんですね。どうやら不起訴になったようで、今後の活動についてという動画も出しており、ライズのモングチチャンピオンと友人のようで、モングチ選手は面会にも行ってアクリル板越しにグータッチもしてきましたと。そして出てきた後も喋り、これまでに出ている報道とは違かったが、それはまあもう今はどうでもいい、別にいい問題でも実際はただの喧嘩だったわけだが、でも醤油にきは有名人なんだからそんなことを安易にしてしまうのはおかしいと。でも俺いつも思うけど、この場合に限らず逮捕された人が後から出てきて、実はこうでしたみたいな、自分の目から見た事件はこうでしたみたいなのをみんなすぐ信じてるけど、それは自分にいい風に誰だって言うし、お互いのそういう主張の上で出た判決があるなら、やっぱそっちが真実なんじゃないの？今回の場合は不起訴だったけど、そんな常に司法は間違えてるっていう主張の方がちょっとにわかに信じがたいんだけどね。それを信じると、だって今度は被害者の方の主張が間違ってるっていう風になってくるしね。で、今後は所有に来、ヤーマン選手や山口兄弟がやってるようなオープンフィンガーグローブマッチに出たいようです。まだ早いけど、と。モングチ選手はサポートをしたいですということでした。モングチ選手の方はノックアウトの流星選手と、ノイリ・マサーキ選手とも今交流戦をやってるし、そろそろやりそうだし戦いたい。その次は世界を考えているということでした。続きましてこちらは8月10日21時からの武田浩二選手の緊急インスタライブ。止まった自身の車、プリウスの車中からで、練習の帰り、車で縁石に乗り上げ、ぶつけてしまい、車が動かない。今、JAF を呼んでいます、と。武田浩二選手、家まであと 1.6 キロのところで、今、一人です。でも明日、知り合いの方から、車、シボレーを譲り受けることになっていて、納車、明日から2台持ちになると思っていたら、1台死んだ。ガチありえない。縁石あるって、分かってなかった。パンクしている。1月にもいたずらでパンクさせられている。明日はロータスに電車で行く予定だった。廃車にはしたくない。タイヤだけ変える。このプリウスには愛着があるから。帰ってネットフリックス見ようと思っていたのに、ライト級に上げた堀江選手とは話はするぐらいの中、とここから20分ぐらいして JAF 着きまして、インスタライブ続行中で、自宅までの距離がありすぎるとか、なんか道が狭いとかで簡単に車運んでは下ろせないらしく、武田浩二選手はファイターらしく気合でなんとかしてくださいと言っておりました。そして武田浩二選手はレッカー車をお願いしたらしいんですが、実際に到着したのはトラックの荷台が斜めになってて、そこに車を自走させて積み込むタイプのやつで、しかしパンクしているので動かない。 JAF の人が乗って動かすんですが、逆に擦れてしまい、バンパーの下のところも外れてしまい、武田浩二選手イライラ。僕さっきレッカー車で来てくださいって言いましたよね。取れちゃってんじゃん。弁償は？ JAF の人。でもこれに積み上げるってことでさっき了承されましたよね。武田浩二選手。え？それだけで終わり？弁償の話は？と。その後も今レッカー呼んで待ちと言っていた JAF の人が車を自ら動かし始めて、また擦ったらしく、武田浩二選手、今街じゃないの？ガンガンぶつけてんじゃんと口調が荒くなる不安げな顔の武田浩二選手。そして武田浩二選手の兄弟分、原口明選手がチャット欄にいて、今草加ブレイブから3分ぐらいのところにいるから迎えに来てくんない？話し相手も欲しいしと。しばらくしてから原口選手バイクで来たー。武田浩二選手も安堵の表情。そこからまた武田浩二選手、かなり長時間 JAF の人と話しておりました。でラストまでは見届けられなかったんですが、次の日は無事ロータスに行ったと報告があったので、なんとかなったのだと思います。悪い運をここで一度落としたと思って、また前向きにねやっていってほしいと思いました。続きましてこちらは8月6日、今まだタイにいる貴健信選手のインスタライブからで、バイク乗りながらだったんですが、昨日ネズミ捕りに捕まり1000バーツ4000円ぐらい払った。こっちではムエタイの試合は出たいといえばすぐ出させてもらえる。そして視聴者の皆さんに、ヘビー級のベルトってライジンにあった方がいいと思いますか？でも海外の選手たちが入ってきてすぐ奪われちゃってもあれだしなと。そして日本人より
外国の選手たちとやりたい。で、渋沢翔馬選手も今一緒にタイにいるんですが、須田理央剛選手と渋沢翔馬選手は会場で会えば話すし、 LINE が来たら返すぐらいの仲と。兄須田理央は同部屋の人間には嫌われていた。外面はいいが内々に厳しいタイプ。弟弟子とかに、自分は下の者に優しいタイプだったと思う。上の者には噛みついていた。貴乃花親方の尊敬できるところは弟子を一番に思ってくれているところと、売国度が多い中、相撲協会から日本を良くしていこうと考えていた。厳しかったが本当に愛情があった。ライジンにはお母さん、デビュー戦は見に来てくれていた。そしてこちらは昨日8月11日23時30分からの貴健心選手のまだタイにいるインスタライブ。早速アイシングのためのアイスバブ、余裕なので自分は10分間ずっと携帯とかいじっている。所沢のタイソン知ってますか？にはキモいから関わんないでほしい。力士時代やりにくかったのは徳勝龍関、イリー・プロハースカ、今タイに来ている知ってるロシア人選手が練習しに行ったので、俺も近々行こうと思っている。そして今タイに福田龍也選手も来ているそうです。そして須田理央剛選手はもともと遊び人で、巡業でも朝まで遊んでたりしていたタイプだったらしいです。自分より小さい80キロぐらいの不良が日本最強とか意気がってるのを見ると、へえそうなんだと思う。あとはね、本当に貴重な話聞けまくり、次戦についてとか、あのこととかあのこととかで、まあ本当に言えないんで、ぜひご自分で見てみてください。人柄もね、本当にいい人で私も大好き。続きましてこちらは桜井マッハ隼人さんのインスタライブ。8月11日、昨日ですね。上半身裸ベロベロに酔っているボクシング元日本チャンピオン浩司有沢さんと、あとはダパンプのバックダンサーたかしさんという人と、町内会の人たちとテントを張って、その下での雑談となります。マッハさん、当時ネットなんかないから格闘技通信で情報を集めていた。そこに格闘家かっこプロと書いてあって、この業界ってプロで食っていける商売なんだと思い、そこを目指した。もともとは柔道をやっていたが、小さい頃に思っていた世界じゃなかったので、こっちに飛び込んだ。当時とっくにプロだった中尾寿太郎と練習した時は、こんな強い人いるんだと思ったが、後に試合では勝った。あとアンデルソンシューバの引退試合でオファーがあったとかなんとかとも言っておりました。浩司有沢さんとは現役時代よく一緒に練習していた仲のようです。そしてメイウェザーと井上尚弥比べたら、尚弥は普通。デラホーヤのパンチを初めて見た時、速くて見えないと思ったが、それに比べると尚弥のパンチはそうでもないし、井上尚弥はそんなにすごくない。すごいのは見たらすぐわかる。尚弥がすごいのはそこじゃなくて集中力。浩司有沢さんも、井上尚弥はマイク・タイソンほどのおろろきはない。俺のレベルが低いのかな。それぐらい直也くんはすごいと全然ろれつ回ってなかったです。そして軽い階級については、俺でも勝てんじゃねと思わせちゃダメ。普通の体格のレフェリーがリングに入るとあれとなってしまうと、ここでさよならと。問題発言は、はい、ないです。もうみんな酔ってて仲間内での話ですから。あとマッハさんだし。そしてこちらは昨日の元谷優希選手のツイートで、2ヶ月間最高の時間でした。次の試合に向けてまたすぐに戻りたいと思います。ありがとうございますと。とりあえずの ATT 修行を終えたようで、一旦日本に帰ってくるようです。試合も近いんでしょうか。はい、というわけで本日は以上となります。昨日の当チャンネルの配信でクレベル選手 VS ピットブル選手の乱闘のところで、笹原さんがその様子を芸能人水泳大会の騎馬戦みたいだったと言ってまして、でそれ聞いて思い出した話がありまして、昨日はね、堀江義則選手の超下ネタインスタライブの模様をお届けしたんで、ちょっとこれ話す気力がなくなっちゃったんで今日に回そうということで、私が中学校の時、両親ともに共働きのたまり場になってる家があって、いつもそこ行ってお菓子食べたり、冬はこたつでゴロゴロしてたりしてたんですね。である日、その家の友達のお父さんの書斎に勝手に入ったことがあって、そしたら当時はまだビデオだったんで、ある一本のビデオテープが出てきて、でもそこにはシールだけ貼られてて、何もタイトルが書いてないんですよ。なので思春期の私たちは、これはもしやと思って、私とあと3人でそれを見てみたんですね。
そしたらなんとそれがドキ丸ごと水着女だらけの水泳大会を録画したものだったんですね。昭和の番組でそういうのがあったんですよ。あれはポロリもあるよっていうのが売りで、必ず数人の今考えると大人女優の人たちが水着がほどけちゃったり取られちゃったりで、それこそねポロリするというもので、あ、司会はね田代正史さんで、今考えると危険な組み合わせですね。でそれを見てみんなで水着騎馬戦のところをちょうど見てたんですよ。そこでついにポロリの瞬間が来まして、テレビで備蓄が出てるんで、私が取った行動がこたつに片足乗せて風林火山の鉄線を持った武田信玄よろしくテレビに向かって突撃って言って指さしたんですね。そしたら他の友達たちが本当にテレビに向かっていって一時停止されて出てる備蓄をみんなで画面越しに本当にペロペロ舐めてました。あれは何だったんだろうね。まあ偏差値は2ぐらいだったんじゃない。まあ確実に頭は悪いよね。ぜひ武田信玄には風林火山に加えて水着またはポロリも加えてほしいところですね。はい、高評価チャンネル登録通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。突撃ー。